5秒前。4、3、2、1。どうぞ。안녕하세요。マルコポリ입니다。はい。化粧した時のまんまなんですけれども、せっかくこうやって、みんさん、こんな風になったから、このままドーナツを食べたいと思います。私が好きなミスタードーナツのドーナツがあるんですけど、これなんですよ。이름이뭔가요카스타드스트로베리프렌치스트로베리카스타드아니뭐야どっちだよどっちかなんですけど今日私3店舗回ってで3店舗目でようやく見つけたんですけど1店舗行ってみて私の好きなのがなくて、まあ、諦めようと思ったんですけど2店舗目帰り道にあるっていうあったから降りてみたんですよでもそしたらまたなくてもう仕方ないと思って4種類ドーナツ選ん で店員さんに聞いたらここでは作ってないんですって言われたんですよそれで私が思いついて Google マップで調べて店舗の写真とかあるじゃないですかその写真を見て店舗の外からでもなんかドーナツ写ってんじゃないかなと思って調べたらこれがちょうど写ってたんですよもう2年前の写真やったけどお願いと思いながら行ったらありましたなので買いましためっちゃ美味しいんですよこのドーナツ絶対日本に来たら食べてくださいいや普通でいや美味しいよカスタード食べたことないでしょあのねドーナツ自体あんまりあえて食べないほんまにはいドーナツどうぞおしゃべりしながら食べます付き合ってあげますはいありがとうございますいただきますまずポンデリングの位置まずこっちから行くんかーいみたいな好きなものは取っとくタイプです。いただきます。いや、そこまでではないでしょ。このもちもち感とこのストロベリーチョコレートのもうねえ、なんと、うん。제가객관적으로판단해드리겠습니다。うん。おいしい。그정도는아니야아멸쩡해근데그냥기본판드링보단맛있다네요응와잘써어때가있어어찌됐나오빠야나쁜남자야거래반무지되게맛있어감동시켜객관적으로진짜한다응어우개다우도넛츠ってそういうもんじゃないですか甘いもんじゃないですかあー、でもこれは気持ち悪く甘い。めっちゃ美味しいんですよ。あ、パンデリンの方がいい。カスタードが好きな方で、甘いものが好きな方、食べてみてください。もうめちゃめちゃ美味しい。3店舗回ってようやく手に入れたドーナツです、本当に。おっぱいに買ってきた。今食べなきゃいけない。うん。今はもう大丈夫。ちなみに今は夜の11時半です、ね、でなんかお話ありますかね最近のお話話振ってくるな私ありますよたくさんのコメント本当にありがとうございましたあ、感謝です本当にありがとうございましたうんねそんな私たちに興味ないだろうって勝手に判断してた部分があったんですけども本当にそうじゃなくてこうやって本当にすごい心配してくれててだからちゃんと報告するべきだったなって後からすごい思いましたし申し訳ないっていう気持ちとありがとうございますっていう気持ちを今伝えたいですはい열심히업로드해야지うん別にそれを無理するってわけじゃなくて私たちも考え方を変えたんですよ전에는좀이익같다는좀그럴수있는데조금약간원하진않아도아하이하이좀이거하면재밌겠다해서영상을찍거나아니면이걸위해서일부러뭔가동선을짠다든가아니면시간을낸다든가이런식으로했다면이제는그생각을바꿔서우리가했을때재밌는거아니면우리평소동선에어떤걸할수있는거거기에이제카메라만추가하는그런상황응나지금그히로메이드는얘기하지아그러니까자기가그런식으로얘기해가지고아어진짜 나도근데그렇게느꼈어아그렇게하는게서로편하고재밌고즐겁게할수있겠다
나도 오빠도 생각을 했어. 약간 이럴 때 있지 않아? 말하다가 트림 나오는 트림 나올 때 있잖아. 아니? 喋りながらは 絶対 ない. 아니 있어 나는. 어쨌든 아 예 어쨌든 그게 중요한 게 아니고 그렇게 바꾸고 나서 스트레스도 훨씬 줄어든 것 같고 즐겁게 촬영할 수 있는 것 같아. 근데前も別に負担に感じて 撮影の最中は楽しかったんですよ。楽しかったけど、やっぱその撮影に入るまでの企画の段階が難しかったりとか、どういう動画撮ろう、どういう動画撮ろう、どういう動画撮ろうって感じになってしまってた部分もあったから、そういうのをもう考えないで、今日カメラ回しちゃうみたいな感じ。外に用事があったから、まあドーナツがあるっていう感じで、これが美味しいドーナツ。あ、ドーナツの食べ物か。 やばい、私この動画でドーナツ3つ目なんだけど。別に大食い企画じゃないですからね。 카나코가 제일 좋아하는 댓글 뭔지 아세요? 정답은 영상이 재밌다. 10분이 어떻게 간지 모르겠다고 정말 순삭이라고. 순삭이 10분 순삭이었다. 정말 재밌다. 이 댓글에 진짜 그러더니 이러면서 정말 좋아하더라고요. 私가 오차리케 より 私の 취향 好きな 動画가 面白い 動画なんですよ. くだらない 笑える あとなんか見てて 幸せになれるような 動画가 すごい 好きで 笑ってるのが 好きなんですよ. 私もそういう動画作りたかったんですよ。だからこの私たちの動画を見てくだらわとか面白みたいな感じで思ってくれたらいいな、その時間って何も考えずにいられる時間。例えばなんか自分に悩みがある時とかでも面白い動画って何も考えずに笑ってられる、 そういう動画を作りたいなって私は思ってて、だからめっちゃ面白かった、全部見ちゃった、もう本当にそういう動画がめちゃくちゃ嬉しいです。 제가 이렇게 말 주변이 뭐 엄청 재밌는 사람은 아니어서 저는 말로 웃기기보다는 좀 뭔가 몸으로 웃기는 걸 잘하는 그런 스타일이어서. 確かに. 私がどうしてそういう笑い気が好きなのかって言ったら、やっぱ大阪出身やからっていうのもあるかもしれないなと思って。 関西 출신 그 커플 유튜버들 보면 얘기 정말 잘하더라고. うん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 、もうポン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 話出てくるし、そういうのはやっぱり習慣としてあるんかもしれんなってちょっと思いました。大阪もそこまで田舎じゃないから、大阪内で完結しちゃうとか結構やっぱ大阪が好きやからっていうので大阪から出ない人もおるし、で大阪から東京に出て 来てる人ってほんまに少なくて、私がなんで東京に来たかっていうと、お母さんが東京なんですよ。私お母さんが東京の人で、お父さんが関西の人なんですけど、だから関西と関東のハーフなんですけど。それハーフっていいの？ハーフハーフ混ざってます。違う、私は哺乳類語。なんか哺乳類の話じゃないの？東京と大阪の哺乳類。はい。 はい、まだ喋りたいことがあるんでしょう。韓国でもこういうのあるんかなっていうのは疑問なんやけど、ソウルの人とプサンの人、プサンの人は言葉が強いって思う。ソウルの人から。だから多分ほんまに東京と大阪多分似てるんですよ、概念が。東京の人と大阪の人や。だからソウルの人とプサンの人、人間。どうですか？ 저는 일본어 배울 때 잘 못할 때는 진짜 뭘 하는지 하나도 못 알아들었어. 전혀 聞き取ってくれんから 私が 오빠한테 喋る 時は 나ぜか 標準語っぽくなりましたね. でも私 K を使うと 関西人って バレないんですよ. それがなんでかっていうと、 高校生の時に アルバイトしてたんですけど、 ファミレスで。 ファミレスが関西弁の K を 禁止やったんですよ、 関西やのに。 ありがとうございますとか語尾が上がるんですけど、関西の人はそれは禁止やったから、ありがとうございますっていうような感じ。敬語は結構標準語で学んだから。 경어에 사투리가 있어? 경어는 사투리가 없지 그냥. 안 돼. 있어? 응. 난とかしてはるとか。 하신다.
もう発信だって言うやん、大阪やったらなんとかしてはるし持ってきはるから行ってきはるから帰ってきはるからっていう、はるのもいらっしゃるなんて、まあそんな感じやな。だけどそれは私の地方で、で春っていうのが関西の中でもいろいろ種類があるみたいなんですけど、私は大阪の北部やった、上の方やったんですけど、そこでは敬語やったですね春は。この話使う、あ、邪魔やな、何を話してるんって感じな、うん、関西弁のお話でした。じゃがちんかんちんちゃん、おぱんもちょっと話したいから、うん、ずっとかなかなばっかり話してたから、うん、ちょっと話を変えると、うん、おぱんの日本語の実力ってどう思う？上手。日本に4年住んでて、うん、社会人として、うん、働いてて、うん、思う、あの結構わあ、なんか難しいね。分かる分かる。おっぱはどう思う？おっぱの日本語の実力、うん、だいぶ上手い方やろ。英語より日本語の方が上手になった、まず。うん、もうこの人聞きます？ TOEIC 900点超えなんですよ。あ、그거는ね、でも、いや그건한국에서는기본이야。いや、あ、なんか、어쨌든私が言いたいのは、今は多分あの英語よりその日本語の方が上手で、まあ、前は逆だったんですけれども、うんうん、自分が言いたいこと全部言えるし、うん、大体早口であの、うん、言われても多分、あ、でも、うん、なんかあの歴史の、 あの映画とかだったらちょっとわからないことあるかもしれないけど、現代劇とかだったら大体、うん、聞き取れる感じで、うんうんうん、まあ、言いたいことも全部なんとなくちょっと単語が分からなくてもちょっと回して、うん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 、他の単語を使って、うん、まあ、ある程度自分が言いたいことを言えるレベルとは思うんですけれども、はい、やっぱり、うん、イントネーションは難しいねっていう、うん、やっぱバレちゃう、やっぱり、うん、あ、この人外国人だなって、うんうん、韓国の方も同じことを思ってると思うんですけど、日本人のイントネーションって独特やと思うんですよ、韓国語を喋る時の。わかんないねんね、それは自分ではわからんし。でもそれがなんでかっていうと、多分韓国の人の発音が、これ勉強みたいな話になっちゃうけど、新幹線とか言うんやったら、多分韓国で言ったら新幹線みたいな感じでヌン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 ってベロで一個一個つけるじゃないですか、うん、でも新幹線って日本人が言うときは、国は新幹線だけ言うんやったら全部イユンなんですよ、うん、新幹線。あとは頑張っても M なんですよ、頑張ってんやったらニユンの発音で韓国の方はできちゃったりするから、そこがんって不自然に聞こえたりとか、とはもちろんイントネーションもやし、カッタとかもめっちゃ息が出すぎてて、私はみたいな感じ、息が出すぎとから、私はみたいな感じ、もう私はみたいな感じで、もほんまにあんま息が出ないように喋るのがコツかなと思いますね。おっぱの聞いてて思うのは、うん、いや、진짜어렸을때오지않는이상そう완벽하게는힘든것같아。私は韓国料理屋さんでアルバイトしてた時に、リホちゃんっていう名前の子がいたんですよ。韓国人のオーナーさんに呼ばれた時にリオになってたんですよ。でその子も自分で、私リオじゃないのになみたいな感じのことを言ってたのを覚えてて、あとは意外とそこまでなみなみじゃないかも、日本語。私はとかじゃなくて、私はとか意外と上がりっぱなしです、日本語。ありがとうございます。あ、わからん、どんな感じ？あ、まあ、何の話？脱線しまくりすぎたけど。結局、オッパが、オッパ日本語잘하냐고。잘해요。100점満점에몇점？どういうこと？ネイティブの日本人かっていうことで。厳しく審査。100점이면、おい、사람日本人아니야？あ、オッケーオッケー。それで、足、崩す。あ、だだだだだだ、足しびれた。うん、じゃあ、みんさんの長所と短所を教えてください。私の長所は、うん、いや、考えたことない。いや、普通に面接とかで考えとくよ。まあ、チャレンジすることを恐れず、はい、まあ、それを楽しむっていうか、うん、新しいことに、うん、挑戦するのが好きなところがあるんですよね。はい、だから、ちょっと、そうですね、うん、それが長所だと思います。
短所は、はい、物事を、はい、なんていうんですか、ちょっと深く考えないことが多くて、うん、まあ、とりあえずやってみて、うん、あのミスがあって、うん、あ、ミスから学ぶスタイルなので、そうですね、うん、例えばこれやってくださいってやって、うん、いや、分からない、なんか難しい、なんかパパが会議してるのとか聞いてる感じは85点、うん、結構高点数、私的には、うん、で100がネイティブでしょ、うん、100がネイティブになったら85。じゃあ普段は78。ちょっと結構キリの悪い数字って何？でもちょっと80届かないよぐらい。だって100がネイティブやな。じゃなくて普通に韓国人として何点ですかって言ったら100点ぐらい。ほんまにうまいと思います。今ちょうど12時で携帯がお休みモード入りました。うん。うん、ドーナツ食べるまで待って。でも待って、休ませてください。私ドーナツ何個食べた？いちごパンデリン花蘭、それも予防いちご花蘭。じゃあこれしかも動画始まる前にもう1個食べてる。せげいごでげハニーチュロ、ハニーチュロ5個。やばいね、めっちゃ食べちゃった。じゃあさあ、じゃあ、いやいやいや、コメント欄でかなこさん太りましたねってコメントありましたから。いいんちゃう？うん、前にあったよ。なんか太ったように見えるって言われたけど、仕事辞めた瞬間がストレスやばくてめっちゃ細かったんですよ、異常なぐらいに。だからそんだけしんどかったってことです。で今やっと正常に戻ったって感じです。あとはね、結構ねカメラのねアングルが私多分下手くそなんですよ。昔友達に言われたことがあって、写真撮るときに顎引けって言われました。Vlog とかしてるときこう撮るべきなんでしょ、なんかここで撮ってるんですよいつも私。うん、ちょっと恥ずかしいからそれ。恥ずかしいってか、なんか手が重い。まあ重いのもあるし、うん、携帯が重くてだんだん下がってくるとこっからになってるから、この前の読売ランドの時の2カメラの時の私もこっから撮ってたから。うん、食べてから、食べてから。なんかおっぱがせかすんだもん。せーのが3。はい、ごちそうさまでした。はい、ほんじゃまん、ごちそうさまでした。はい、あ、そっか、5つ食べました。ぜひ皆さん、ミスタードーナツ食べてください。はい、はい、じゃあね、またね、ありがとうございました。ありがとうございます。